が真実を最後まで言えてたらな。それがまさか、はあ、真実まであと一歩ってところなのに。こういった事件の調査ではたとえあと一歩に見えても手がかりが完全に断たれればそれは越えられない溝になる。正直これから行われるであろう公的な調査については私あんまり期待してないの。別に彼らの実力を疑っているわけじゃないけど、物事によっては違う視点も必要だと思うからね。ずっと同じ視点から見てたら意図的に隠蔽されたり警戒されやすくなったりする。時には視点を変えないと真相は見えてこない。だからこそ私たちスピナリロースらが存在するの。高いところに立って見てる人間があらゆる面に配慮できるはずもないでしょ。目の届かない視覚にこびりついた汚れは私たちが取り除くってわけ。おいらちょっと単純に考えすぎてたかも。まあ送別会なんだしこの話題はもうやめよっか。それよりも別の話を。そうだ、これからあんたたちはどうするの？そうそう、さっき審判が終わった時もずっと話を聞く機会がなかったし、場所も場所だったから。なるほど、一番の目的は水神とおしゃべりすることね。でもずっといい機会が見つからないってわけか。フリーナ様に会うには長い列に並ばないといけないって聞いたことがある。今日を逃したらしばらく待たないといけないだろうね。だよな、水神はフォンテーヌで大人気だって前に聞いてるし、直接話すのってやっぱり難しいんだな。ならちょっと特別な方法を試してみるのはどう？例えば正当じゃない手段を取るとか。おお、さすがはスピナリロースらのボス。蛇の道は蛇ってやつだな。それで例えば歌劇場の出演者に紛れ込んで演劇のクライマックスで急に中止するのは？それで公演が終わった後にフリーナ様と面会できるよう要求するの。続きが気になるフリーナ様はきっと演劇を最後まで見たいと思うはず。そうすればこっちの要求に何だって答えてくれるでしょ。もうちょっと現実的な案にしてくれないか。その計画って手間がかかる割に成功するかわからないだろ。劇だって覚えなきゃいけないし。だったら何とかしてフリーナ様のベッドの下に忍び込んで夜中に起こすのはどう？情報を教えてくれないと寝かさないって脅すの。これなら絶対にうまくいくんじゃない？すっごく眠いのに寝かせてくれないなんて状況、仮に私だったら何だってするし。効果のあるなし以前に、そういった状況でどうやって捕まらないかを考えないといけないんじゃないか。ああ、それもそっか。ついうっかり相手の眠気を利用することしか考えてなかったや。まあ冗談はここまでにしとくに、あんたは今日の法廷でフリーナ様を打ち負かしたでしょ。あんたは民の無実を証明した人物。かたやあの方はリネに濡れ衣を着せるところだった。きっと負い目を感じてると思う。それなら可能性はあるな。つまりあいつが休んでる時間帯を狙って尋ねれば法廷での負い目から断れないってことだろ。じゃあ食事が終わったら早速行ってみようぜ。善は急げって言うしな。あれ、パイモン、もしかして私のフォン頼んだ？あ、これってお前のだったのか。いひひひ、悪い、気づかなくって。オイラの近くに置いてあったからつい。もう一杯注文するか。ああ、ううん、もう食事も終わるし大丈夫。でもこのフォンタってやつもう注文しない方がいいと思うぞ。なんか味がしょっぱかったし全然美味しくなかったよな。
そう？だったらこのお店みんなお腹いっぱいに。うん。飛びすぎたぜ。もう飛べないぞ。お前と一緒じゃ普通すぎるだろ。今月あれ？ナビア。え？なんでもない。たかが食事代だし。スピナリロースらにとってビビたるものなんだから。そっか。じゃあオイラたちは水神のところに行ってくるな。やっぱりここでお別れなんだ。じゃ、すべてうまくいくよう祈ってるよ。うん。またな。エリニュス島行きの純粋船が最終便だったのか？バス回り回ってまたここに戻ってきたな。どうしたんだ旅人。まさかまたあの声が聞こえたのか。脅かすなよバス。おい、なんで先に進むんだよ。ちょっと待った、オイラにも少し聞こえたぞ。この止まれって。おい、しっかりしろ。パシェ、まさか私。いいえ、あなたは違うわね。パシェのことを。私は誰だったかしら。記憶は激流に飲まれ、無数のかけらが水の流れに溶け、地上で過ごしていた日々はどれも大切な思い出だったわ。でも人間、そう、どうしてこうなったのかはわからない。おぼろげに覚えてるのは、青とピンクが混ざった色の水に包まれて目、はあ、それと様々な場所へ行ったことがあるわ。いろんな冒険が好きだったことも覚えてる。どこへ行ってもバシェはそばにいてくれた。彼がどれだけ私のことを愛していたか知ってたし、私も同じくらい彼を愛してた。でも今はもうあの頃には戻れない。別れの悲しみとは、いいえ、そうじゃないわ。私たちの再会、私の思いはもうあの人にとって無意味なものなの。もしバシェに会ったらこう伝えてちょうだい。そうかもしれないわね。あの時慰めてあげられたらよかったのに。少なくともその瞬間は苦しみ、あれは溶けたと。恐怖もストレスもなく、あるのはただ渇きに慣れた人間が初めて水を飲んだかのように。自分がかつて無限の仲間が呼んでるようね。もうそろそろ行った方がいいわ。さようなら。おい、いつまで寝てる気だ。ナビアたちがやられるぞ。お嬢様。こんなに警備ロボを雇うなんて。
ロリンデ。ロリンで助けてくれたお礼を言うべきかしら。でもその前にどうしてここに現れたのか説明してくれる？私はただあなたが近々危険な目に遭うかもしれないと思って。私に黙って後をつけてたってこと？これはカーレスさんの意思だ。あの人を裏切ることはでき、あんたが。すみませんお嬢様、私の力が。クロリンデ様、助けていただいたことには感謝。すまない、私はあなたの気持ちを考えていなかった。もういいから。それで他に何を知ってるの？どうして私が危ないって思ったわけ？私の知っている情報はあなたほど多くはないだろう。だが連続少女失踪事件の黒幕は強大な勢力を持っているはずだ。今日のことできっと狙われることになる。ふん、あいつらは前々から私を狙ってたはずよ。むしろ今さら手を出してきたのが不思議なくらい。それでこの警備ロボたちは？これ、先ほどよく見てみたところこれらの警備ロボには番号がついていなかった。つまりおそらくどこぞの金持ちか権力者が不正な手段で手に入れたのだろう。そう、とにかく今のスピナディロース。ああ、いずれにせよ私は引き続き調査するつもりよ。とにかく今日のところはありがとうクロリンデ。ただ今度連中もそう立て続けに手出しして。はいはい、今日一番のニュースね。それは